そんなに難しくはないんですか、はい、YouTube アップするんですか。簡単ですよ。あ、そうなんですか、ね、ボタン、その技術いらないんですか。いらないですね。あの僕その編集もしてないじゃないですか。最初と最後ぐらいしか切ってないから、はいはいはい、切って最後にね、なんか広告みたいなのひっつけるだけだから、はいはいはい、誰でもできるんですよ、はい、じゃあどうしよう、どうやったらこうこうかな、こうしようか。じゃあ始めていいですか。はいはい、始めます。はい、こんにちは、下川です。本日ですね、京都からガチガチさんが、ね、私の施術を受けに来ていただきました。それでですね、感想もいただけるっていうことなんで、少し、ご質問していろいろことお答えいただきたいと思います。はい、顔は映さないようにします。はいはい、今日はどうもありがとうございました。下川さん、ありがとうございました。はい、M さんはどこが特にお疲れでしたっけ。首と肩がもう常にだるい状態で。だるい状態ですよね。はい、で最近はいつマッサージとかなんか施術受けに行きはったんですか。もう半年以上行ってないんです、はい、あ、そうなんですか、はい、あんまり行かないですか。いや、行ってたところがいい先生が違うところに行かれて、はい、はい、それでちょっと疎遠になってしまいまして。なるほどね、はい、そのいい先生いらっしゃったのはそのスタッフさんがたくさんいらっしゃる、はい、そうです、お店ですよね、はい、そうですよね。だいたい上手な人っていうのはね、やっぱり辞めていって次々移動されますもんね。そうですね、移動されたりとかなかなか当たらなかったりとかですね。はい、なるほど。で、ご来店のきっかけ教えてください。そうですね、以前から YouTube で、はいはい、見させていただいてて、はい、で、まあ、京都から奈良なので遠いのでなかなか来る機会がなくって、でもいつか行ってみたいなと思ってまして、はい、今日たまたま奈良に用事がありましたので、はい、ぜひこの機会にと思って来させていただきました。ありがとうございます。そのきっかけとなった動画ってどんな動画ですか。足つぼのマッサージですね、はい、お友達にされてた、はいはい、足つぼの動画を見て、はいはい、女性にやってるやつですかね。男性の、はい、男性の方ですか、はい、足裏に絵を描いてありましたね。それで、はい、なるほど、来させてもらいました。はい、で今日はね、全身と足つぼと両方してもらったんですけど、はい、どうですか、首肩今の状態どうですか。もうすごく楽になりました。もう軽い軽いです。軽いですか。はい、はい、まあね、非常に硬かったんですけど、はい、ほぐせてよかったです。あと足つぼどうでした。ちょっと痛かったんですけど、はい、すごい今は軽くて、はい、はい、軽いですか。はい、はい、またよかったら来てください。ありがとうございます。はい、何か一言あればどうぞカメラに向かって。いや、これからも YouTube 見させていただきます。応援してます。また機会があれば来させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうも M さん、ありがとうございました。ありがとうございました。